UK エレクトロニクスイノベーションセンター、まあ、UK エレクトロニクスと呼んでますけれども、有機 EL、それからトランジスタ、太陽電池、それからフレキシブル技術、インクジェット技術、そして蓄電デバイス技術、まあ、この有機材料関連の6領域でですね、事業化製品化を加速するためのその一歩手前の実用化研究、もうこれを徹底的に強化していく、これがですね、一番の目標です。通常大学というのは、まあ、研究ですと基礎研究だけなんですね。このセンターの目的はいわゆる事業化製品化とそれから基礎研究、この間にあるですね、実用化研究、そこまでも大学が担って、これをしっかりやっていくことで日本を元気にする、この新しいモデルを作る、これがですね、一つのですね、チャレンジになっています。大型プロジェクト、実用化研究、これを真剣に進めたい、その意味で企業のエース、そこに来てもらってですね、ぜひ1年でも2年でも3年でも滞在していただいて、まあ、それで事業化に向けたことを本気でやっていきたいと思ってます。イノエル山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンターは、有機エレクトロニクスの実用技術の研究開発を産学連携で推進するセンターとして2013年に設立されました。産業化に向けた基盤技術及び革新技術の開発を行い、ビジネスとリンクした有機エレクトロニクス、インクジェット、蓄電デバイスの実用研究で世界をリードし、連携企業の新規事業創出や技術競争力の強化に貢献しています。当センター最大の特徴はニーズファースト型の産学連携、事業への貢献を第一に考え、企業の要望を最優先した全く新しいスタイルで多くの事業貢献成果を上げています。また企業間の技術融合などの効率的な研究開発、複数の企業を取りまとめた大型産学連携プログラムを複数推進することで、自主的で独立した採算運営を目指しています。さらに当センターに所属するのは企業出身の経験豊富な教員、最先端実用技術の研究開発に携わるだけでなく、ビジネスの視点に立ち、企業間の連携構築や企業との共同研究成果をユーザー企業に紹介することも積極的に行っています。当センターが手掛ける研究開発領域は6つ。新しい光を創造する有機 EL、 新しい電子回路を実現する有機トランジスタ、薄く軽く透明な太陽電池を実現する有機太陽電池、フレキシブル有機エレクトロニクス製品に新しい価値を創造するフレキシブル技術、プリント技術で新しいものづくりを創造するインクジェット、科学の力で電池を変える蓄電デバイス。当センターは民間企業のお役に立つことをファーストミッションとしています。エキスパートとの個別共同研究、技術相談やコーディネート活動、またコンソーシアムや大型プロジェクトへの参画にご興味ある企業の皆様、ご連絡をお待ちしています。これからも有機エレクトロニクスイノベーションセンターは、企業とともに有機エレクトロニクスを中核とした実用研究で世界をリードし続けます。フレキシブルなデバイスを実現するための基礎技術ですね、を開発するグループとして今活動しています。特に日本の材料メーカーさん、装置メーカーさん、この分非常に強いんですね。ですから早くそういった新しいデバイスを作るために必要な材料や装置というものが世の中に出ていく、そういったことを今一生懸命企業さんと一緒に進めているところです。我々が持っているスキルですね、技術をぜひ活用していただいて、
企業さん、我々と共同研究をして早く有機エレクトロニクスに関する技術開発を行ってビジネス展開をぜひ図っていただければと思います。有機エレの特徴っていうのはフレキシブルにできたり、また非常に軽くて薄いっていう特徴があって、私たちの研究者はそうしたフレキシブル化とか、あと印刷で作るとか、あと透明なパネルを作るとか、そういったことにチャレンジしてます。特にその日本の例えば中小企業とかですね、そういったところが自由に作れるようになると、この有機エレ産業ってもう本当にもう盛り上がるというふうに思ってるんですね。私の研究っていうのは大手企業だけの技術ではなくて、広く中小企業の方にも使っていただける一般層の広いっていうんですかね、そういった技術にしていきたいなというふうに心から思っています。インクジェットというのは紙にプリントする、印刷する技術だけではなくて、例えば電子デバイスを作ったり、柄のついた布地にを作ったりと、いろんな応用があります。でこの無限な応用というものを実現していくための、技術というのを、ノウハウという形ではなく、きちんと理論、そのようなものにのっとった形に企業と一緒に開拓していく、そういったことを私たちもの、インクジェット開発センターの目的にしています。あらゆる企業がインクジェットに興味を持っていただければ何でも結構ですから、ぜひ大学に、声をかけていただき、一緒に、インクジェットのものづくり、それに取り組ませていただけたらというふうに思います。私たちは主に3つの研究開発を行っております。1つは壁紙ディスプレイ、もう1つは柔軟な高速駆動デバイスの開発ということ、そして最後に共同研究関係です。体育館で例えばドリブルしていく方向をディスプレイが表示するだとか、いろんなところで使ってもらうため、あるいは外で使ってもらうため、そのためにはやはり信頼性っていうのが非常に重要になってくるわけですよね。ただ将来はこういうのは使い方をしたら非常に夢が広がるということは断言できると思いますけど、私はこちらの有機エレクトロニクスイノベーションセンターで、有機太陽電池の研究開発をやっております。こちらのプロジェクトでは薄く軽く透明な太陽電池を作ろうということで、目標を掲げています。やはり我々の技術が社会実装実用化されることが必要だと考えています。将来の形として発電する窓、あるいはフレキシブルモバイルソーラーという2つの応用を考えていて、そのための基盤となる技術をこちらで開発完了していきたいと考えています。